X2 の開発は F2 戦闘機の共同開発が決まった直後、1990年の技術実証機構想に遡る。F2 開発の際、国産エンジンがないため、アメリカ製エンジンを輸入して国内企業で戦闘機を開発しようとした。しかし、当時は日米での経済摩擦があり、戦闘機くらいアメリカ製を買ってもいいじゃないかと輸入を迫ってきた。日本の軍需産業や防衛庁が強く反対したが、アメリカからの圧力により F-16 をベースとした共同開発となった。アメリカ製の輸入と同等の利益が入るよう、F-2 の開発、製造のワークシェアはアメリカが 40% を確保した。これは単価が高くなった一因である。また、操縦系統のソースコードも提供されず、重要な技術情報の開示もなかった。日本の技術者たちは、ほぼ新規開発と言えるほど改造はしたものの、純国産というアイデンティティは失われ、次こそはという思いがあった。そこで、将来の戦闘機は、国産で開発できる、よう、機体設計技術の継承、発展を目的として、技術実証機構想が生まれた。その時に検討されたのは、従来機にはない高運動性と、レーダーなどに移りにくいステルス性を両立させた、戦闘機だった。本機の開発にあたり、機体の設計、製造はスバル及び、藤原の協力を得て、三菱重工が取りまとめを行い、エンジンは IHI が担当した。その他、川崎重工業など200社以上の日本企業が、関わり、部品の9割超が国産である。X2 という形式が発表される2016年までは、先進技術実証機 ATDX が正式名称であった。なお、当初には、富士山、すなわち、日本の魂という国産技術への思いを込めて、新進と称した。報道でもその通称が使用され、新進として国内外で今でも認知されている。ステルス、レーダーは電波を飛ばし、物体に当たると誘導電流が発生。そこから発生した電波による反射波がレーダーに受信されることで相手の位置がわかる。そのため反射波を返さない、またはレーダーが識別できないようにすれば相手は探知ができなくなる。その考えのもと、相手のレーダーに映りにくくした本格的なステルス機は1970年代からアメリカで初めて開発が進められた。ステルス機 F-117 は電波をあらゆる方向に拡散させるべく傾斜した平面で機体が設計された。レーダー反射断面積 RCS の削減が最優先で、空力性能は後回しとされ、コンピューターによる飛行制御に支えられて飛行していた。1980年代から開発が始まった F-22 では F-117 よりは通常の戦闘機の形状をしているが、エッジマネージメントという一定の方向のみに電波を反射するように設計され、ステルス性を保ちつつ高度な運動性能を確保した。なお、この技術は F-117 でも利用されている。ステルスはアメリカのみが所持する技術で、日本にとってはゼロからのスタートであった。 X2 ではステルス性のため次の技術が採用された。まず F-22 などと同様のエッジマネージメント、そして垂直尾翼は外に傾け、電波を下側に反射させている。また、外反接合部には、セレーションというギザギザの形状にし、同じ方向に電波を返さないようにしている。最大の電波反射源であるエンジンの空気、取り入れ口には、壁面に電波吸収材を使用するとともにダクトを曲げて、電波反射を抑えた。風防、キャノピーには、酸化インジウム錫の電動コーティングと保護膜を実施。風防表面以外の機体表面にはステルスコーティングはしていない。また、機体表面は電波を吸収する振幅合材で覆われている。なお、実物大のモックアップの電波反射特性をフランスで測った際には、中型の鳥より小さく、昆虫より大きい程度の反射特性であったという。レーダー以外のステルスとして、赤外線や目視でのステルスも検討して、推力変更パドルの形状設計などをしている。X2 は全長 14.2m、全幅 9.1m、全高 4.5m、空虚重量 9.7 トンと小型に設計された。小さいとは言っても、T4 などの練習機よりは大きく、グリペンと同程度の大きさで、F2 や F15 よりは小柄である。なお、研究目的以外でのコスト増加を抑えるため、既存品を活用しており、前足と主脚は T2 練習機のもの、風防やキャノピー、
座席は T4 練習機のものを使っている。高運動性 X2 実証機の作成の前に推力5トンの国産の XF5 エンジンが開発された。なお技術研究本部や IHI の中には推力12トンでも開発できるとの主張もあったが、まだ F2 開発におけるアメリカの圧力の記憶が新しく、なるべくひっそりと開発を進めること、またリスクとコストの抑制もあり、推力は5トンを目標とした。技術研究本部には1998年に初号機を納入した。当初は2000年に開発を終了予定だったが、圧縮機に技術的課題があり、試験装置の不具合等も重なり、2008年まで開発は延長した。推力変更機構。飛行機は翼の向かい角を大きくしすぎると揚力が生み出せなくなり、失速してしまう。普通なら失速してしまう高い向かい角でも、機動的に動けるように推力変更機構を開発し、3枚のパドルが採用された。戦闘機は人馬一体感が重要で、パイロットの思ったように動くことが求められる。パイロットは操縦の際、右手で操縦桿を、左手でエンジンの推力を加減するスロットルレバーを持ち、両足はそれぞれ左右のラガーペダルを動かしている。さらに推力変更パドルを操作することまでできず、飛行制御コントローラーがそれをサポートして制御する。パイロットの指示が舵面を制御するアクチュエーターと、フライトコントロールコンピューターに行き、パドルの調整と連動して、エンジンの推力調整をカデックが行っている。このエンジン制御と飛行制御を統合して行う技術を IFBC、機体推力統合技術という。座面が機能せず、失速してしまうような高い向かい角でも、エンジンの推力を直接操作することで、高い運動性を発揮できる。敵機の追尾や格闘戦で優勢な位置を取ることができ、効果的である。なお、これらの高度な飛行制御技術の開発にあたり、本機の5分の1のサイズのスケールモデルを作成し、飛行実験を行った。このモデルを使い、高運動飛行制御技術の確認と、座面が故障した場合に自ら検出して、飛行制御速を書き換えて飛行する、自己修復飛行制御技術。また、高向かい角でも、風速などを推定する、先進エアデータセンサーが適切に成立することを確認した。X2 では、ベポンベイは搭載していないが、機体構造とともに関連する研究は実施されている。X2 は、ステルス性と高運動性の両立を目的とし、ステルス機体形状、新複合材構造、電波吸収複合材、推力5トン級の XF5 エンジンと、推力変更パドルによる高運動飛行技術などのシステムインテグレーションを実施した。一方、アビオニクスは、操縦に必要な分だけで、下機管制システム、電子戦システム、高度なデータリンク機器、兵器の搭載などはしていないことには注意しておきたい。飛行試験、2016年4月22日、X2 は初飛行。2017年10月30日の最終フライトまで、計32回のフライトを実施。高度な飛行制御技術とステルス性の確認などが、飛行試験で確認された。あくまで技術実証機であり、戦闘機として量産されるものではない。また、ステルス戦闘機には、他に必要な技術があるが、2021年現在、各所で開発が進められている。本機の開発により、国産での設計、開発技術の蓄積と次世代への技術継承が行われ、次期戦闘機を国内で開発するという選択肢を内外に示した。アメリカ、ロシア、中国に続き、有人のステルス機を開発する能力がある国として、諸外国と共同開発をする際の交渉力の向上につながった。以上、先進技術実証機 X2 を紹介してみました。F2 の共同開発が決定して、以来、コツコツと将来の戦闘機に必要な要素技術を開発してきました。しかし、それだけでは、国産戦闘機を開発できると周囲に理解してもらえません。実際に飛ぶ機体を作ることで、人々の注目を集め、次期戦闘機の国内主導による開発につながったと思います。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もしよかったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。